日本全国の野草を食べながら旅をする森のシンガーソングライターの山田明です。よろしくお願いします。今日はですね、愛知県名古屋市のゆいの森、オルタネティブスクールゆいの森さんというところに来ていましてですね、この場を借りして、なんと柿の葉を使った、お料理をご紹介したいと思います。柿の葉ってですね、柿の実を食べたことがある人はもちろんいらっしゃると思うんですけど、柿の葉っぱを食べたことがある人いらっしゃるでしょうか。柿の葉寿司とかね、そういった お土産物とかで買ったことは僕もあるんですけどね、柿の葉を、お料理に普段から使ってる人はすごく少ないですね。でもね、びっくりするほど美味しいんですよ。ここは大好物でございます。今日はね、柿の葉を使ったお料理をご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。これが柿の葉でございます。ちょうどね、5月はこんな風にこう黄緑の柔らかい色、新しい葉っぱが出てきてですね、本当に美味しい食べ頃です。葉っぱの特徴を見てみましょう。こんな風にね、丸いというかね、こう縁の方に、鋸歯というギザギザがないのが分かりますかね、そして葉脈もちょっと幅が広い感じになってますよね、こんな風にね、表面がですね、結構ツルツルしています。葉っぱによってね、いろんな植物の葉っぱによってこの表面の手触りって違うんですけども、結構ツルツルっとテカテカっとしていますよね。裏側もね、もうほんのりうっすら毛はあるんだけど、基本的にはなんか全体的に表面の毛は少ないように思いますね。表側の方の色がちょっと濃くて、裏側がちょっと薄い、ね、色をしていますね。枝分かれの仕方によってね、胎生五星という、これも見分け方の一つになるんだけど、柿の木は五星ですね。こんな風に胎生って一ところから枝が二つにょきっと同じところから二本の枝が出たりするんだけど、柿の枝のつき方は互い違いに枝が出てくる。これも特徴ですね。柿の木の一番の特徴はこの幹だと思います。なんだろうね、このね、鱗みたいな、独特の模様、こう細かく、ね、ボロボロにね、ひびが割れた形でちょっと竜の鱗みたいになってるんだよね。ほら、これすごくね、柿の木の特徴ですよ。葉っぱだけ見たらね、似たような葉っぱがたくさんあるから迷うかもしれないけど、この幹と葉っぱの組み合わせで覚えてみると、柿の木って見分けやすいと思います。こういう幹をしてる木はね、僕が知ってる限りでは、あとは、花水木とかかな。花水木はね、また全然違う葉っぱをしてるからね。一番いいのはですね、柿の実がなった時に、あ、これ柿の木なんだなって覚えておくことですよね。そうすると、もうね、じゃあちょっと、次の初夏に、5月に取ってみようみたいな感じでね、判断できると思います。美味しそうなアケビの葉っぱもありますね。ちょっとこれアケビも、今日は扱ってみようかな。こんな風にね、街中、どこでも実は生えているアケビでございます。今日もう一つメニューがありまして、ニセアカシアの花を使ってみようかなと思います。もうね、この時期ちょっとお花が終わっているね。ニセアカシア、ね、このトゲのあるですね、ね、このちっちゃい葉っぱがたくさん分かれている。お、クマバチが飛んでいる、まだですね、お花の蜜を吸いにですね、たくさんのクマバチが飛んできていますね。ちょっともうこのお花の時期が終わってしまったんだけど、こういうちょっとまだ新しそうなやつをね、新しそうなところだけ使います。ニセアカシアはですね、葉っぱの方には毒があるので、葉っぱは食べませんけども、この花だけをね、美味しくいただくことができます。こんな風に持って、スッと手前に引くと、取れる。食べやすいようによく切ります。
けびは茎の部分がちょっと硬い、あの葉柄の部分もちょっと硬いんですよね。だからこうやって、手でちぎって柔らかいところだけにします。ちょっと葉っぱだけにします。ちょっと塩を入れて、眩しさを眺めた、いつかこの時を思い出して、いつかまたこの胸を満たす。タンポポの影が欠けてたって、それが帰るかも、柿の葉のパスタの完成です。上にニセアカシアのお花を散らしてみました。ねえ、そうでしょう。それではですね、柿の葉のパスタを食べてみたいと思います。香りが、まず最初にこのニセアカシアの花の香りがクーッと、いい匂いでやってきます。いただきます。柿の葉から、あフルーティーだ。酸っぱい味がするんですよ、柿の葉って。すごいフルーティーなパスタが出来上がりました。美味しいな。やっぱりオリーブオイルと野草の相性はいいね。柿の葉の酸っぱさがいいアクセントになっていて、そしてところどころあけびが入ってるんですけどね、あけびがちょっと苦いんですよ。あけびの苦みもいいアクセントになってます。柿の葉の季節だな。ない命ねえ、そうでしょう。